さんしてまなちゅーとゆうと中地です中地です。本日高知県ではラーメン祭りというものが行われております。イエーイ、すごいラーメンたくさん無類のね2月22日から26日まで20店舗のうち10店舗がね第1弾が出されておりまして、合計3月2日までの約2週間近くこのラーメン博というイベントが行われるみたいですよ。はい、ということでぜひ食べに来てみてください。以上、本日のジャガマランの動画でした。ありがとうございました。バイバイ。ということで本日我々ジャガマラン全部食べていきたいなと思っております。はい、ただし普通に食べても絶対すごいうまいと思う普通に食べても面白くないので、今回チームに分かれまして、このチームでお互いじゃんけんをしてじゃん勝ちラーメンでどっちが多く食べるかってなってきたチームじゃん。運勢も関わってくるってことですね。もちろんですね。せーの、出ます出ます。我々頭脳チームが選んだ1杯目、こちら富山ブラックさんです。1杯目から肝心で言いますか。最先よくいこう。最初はグッチャグ、ファイファイファイ。あずー、ありがとう。どうしても食べたかった。これね、このラーメン博の中で一番食べたかったのがこのラーメンだ。おお、いやもう黒胡椒の香りがすごいもん。いただきます。あ、うまそう。あのね、色的に見たらすごい濃いように見えるけど、すごいまろやか。へぇー、醤油だしがすごい効いて美味しい。うん、あ、麺自体に味があってコシがあってうまい。これあ、これうまいわ。お好きなタイプの麺や。うわー、うまそう。チャーシューをいただきます。うわー、そう、うまそう。これやばい、柔らかいわって。これ味が旬じゅん、おいしい。醤油がしっかりと効いて、脂身で、なんか程よい、本当に。次行きましょう。はい、じゃあ次。というわけで僕らは等しい両チームになります。イエーイ。というわけで1店舗目どこにしますか。いや、こうめっちゃ数ある中から1店舗目選ぶ。最初はね、中華そばっていういい王道走ろうや。うん、結構ここなんか油がしっかりしそうなこってり系ではありますよ。鬼油。最初はグッチェキホイアイクルチェおいアイクルチェチェチェグー出してんけど勝手に入れるな。いや、違うオープンます。うおー、背脂がびっしりじゃん。いや、言われた通り鬼油やね、これね。いい、ちょっと待って、太麺かと思ったっけ。太麺ですね。太麺ね。いただきます。はい、うまそう。やばい、めっちゃうまいけど、ちょっと感想内緒にしようか。なんでや、教えろよ、俺食えんのやから。めっちゃうまい。麺にしっかり味がついてる。あー、なるほどね、だしの味がね。背脂がすげえ多いやん。でもなんかそんなにむつこいって感じせんのよ。中華そばってそうじゃん。一番うまい食い方な。いただきます。いや、うまそう、マジでマジでうまそう。マジで食いたい。チャーシュー、うまみがガツンとくる。完食です。ありがとうございます。美味しかったです。ごちそうさま。煮干し香る極上の喜多方、うまそう。チーム戦だからな。あ、まあまあ、最後やね。うん、あ、まあまあ、最後やね。うん、最初はグッチャグッ、ほいほい。あー、なんで格差格差。喜多方ラーメンって言ったらちょっと透き通ってる。うん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 、結構縮れた太麺なんですね。喜多方ラーメンいただきます。ありがとう。あー、美味しそう。あっさり系や、これ。あっさり系のやつ。あのね、醤油ベースのかな。二日酔いでも食えるような感じ。サラサラと腹に入る感じ。そうそうそう。ああ、でもいいな、うまそう。この中太麺がね、俺で大好き。大好きやもんね。一番好きな麺の種類。でもどうなんやろ、あっさり系に中太って合う。合う合う。しこしこ系で高水麺、うん、水分が多めの麺になるのかな。だから喉越しの良さとかもすごくある。浮いてるこの油がいいよな。そう、やっぱ透明度があるスープこそ見えやすい。見えやすいか、ね、なるほど。おめでとう、おめでとう。2店舗目は第3です。イエーイ。新潟の濃厚豚骨っていうね、魅力に惹かれました。よっしゃ、行こう。じゃあじゃんけんしましょう。行きますよ。もらうで、これも最初はグッじゃんけん、ほい、はい、あだすあだすあだす。これはやばいですよ。ちょっと魚介の香りもしてめちゃめちゃうまそう。いただきます。うまい。うまい。思ったよりあっさり。豚骨と貝と生姜が効いとる。あ、生姜入った。生姜入ってますよ、これ。ちょいちょいちょうだい。ダメなんです。え、こいつ何やったっけ。え、こいつ実はあのセロリ。セロリ、ほんまに違うんじゃない。セロリ、これ、うん、セロリと貝と違うやん、やっぱその感じ。
うまかった。終わり。ございます。というわけで3店舗目は新鮮さんです。こうね、味噌ラーメン、肉もりもり、そう、肉もりもり味噌ラーメン。最初はグッチョキホイ、あーね、グッチョキホイ。何から食おうか迷うよね。確かに。実は一応スープからいくわ。あね、スープからいくタイプ。あ、すげえいい。あ、辛味噌好きだわ。やっぱもう本当にいい味噌。やっぱ肉の旨味出とる。わからんとか絶対言うな。これもう男が好きなやつやね、マジで。暑かったね、そんでね、めちゃめちゃ暑かったね、今ね。えいにゃえいにゃ、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。3杯目完食。1店舗目はこてつです。よし、エビですか、エビですか、エビですか。いやいや、違う違う、構えてるだけ。最初はグッチョキホイ、そのままやね。いいけど、別にいいけど、僕が食います。うまそう。北海道の有名店みたいなんでね、楽しみです。いただきます。いただきます。うまっ。札幌味噌ラーメンに焦がしエビのマー油。ラー油じゃなくてマー油なんで。マー油、うん、やっぱエビが効いてますね。甘っ。いや、マジでうまい。これエビ好きにはたまらんないよね。うん、ごちそうさまでした。ってことで、次の5杯目で。3店舗目は麺屋クリアさん、タイとかハマグリの塩ラーメンになるんですかね。最初はグッチョキ、ファイファイファイ。あれが雑魚です、本当に。いただいていいですか。はい、はい、すごい、ザ海鮮、本当に。まあ、匂いだけね。マダイとハマグリをこうバーッとこうで塩ベースのだしに使ったものなんですけど、めちゃくちゃ合うやん、それ。いや、もう最高よ、本当に。あー、これええわ、絶対これね、麺と合う。あ、スープと合うわ、この麺が。うわー、俺細麺一番好きなんですよ、麺の中で。珍しいよね、これ。そう、刻み海苔っていうかな、うね、塩ラーメンとかたまにあるよね。そうやね、香りすごいもん。あ、すごい、やっぱ香りがすごいよ、ね。こんなん腹減るよ。もうまたコメントで出てくるぞ。夜中に見るべき動画じゃなかったって。これいいよ。ごちそうさま、ちゃんと言いなさい。5店舗目来ました。はい、マサムネです。牛タンネギ塩そばってちょうど今2杯食ったくらいの。そう、3店舗目にして一番いい場所だよ。あっさり系ね。じゃあ行くで。はい、最初はグッチョキホイホイホイ。まあ、まず麺から。ちょっと麺めっちゃもう存在感がすごいやん、この麺の。すごい食べたかった。いただきます。はい、あっさりしとって食べやすい、めっちゃ美味しい。良きですね。うん、ツルツルのストレート麺やからもう入ってくるよね。なるほどね。俺ゆっくり食べたいのに入ってきちゃうから、もう。あ、なるほど。ちょっと食べちゃう。もうほんま牛タンのスープ。あーね、あの肉の出汁取ったスープとかあるやん、テールスープ。スープとしてももう普通に全然食べれる。うまそうやな。なるほどね。いただきます。結構分厚いね。ほう、すげえな。めっちゃタンの味する。わー、俺めっちゃ好きだ、タン。はい。あー、マジですごくお腹いっぱい。これで合計5杯完食しました。いいですね。まあでも5杯ちょっと不安やね。もう1回ぐらい行ってきたい。6、いや7、7行こう、7行こう、7行こう。4店舗目ですかね。これもそろそろええかなって感じ。うるせえ。カタンと、もう多分無理よ、無理や、無理よ。チーム戦やけな、言っても。でもここで打ち合わせ絶対ダメだもんな。これだけは運やもんな。最終はグッジャケン。はいはいはい。ごめん、本当に全然頭働いてないよ。それ辛い。あ、うまい。意外とすっきりしてる。そうで、さっき見たかいけど、あの豚骨だけで長時間中火で、あ、中火ですね、あの煮込んでやって、豚骨のみ、この
ベースは。あ、ね、そう、あのね、この肉よ、肉がね、メインはこれですよ。あ、ご飯の上に乗っけたい。うわあ、でも今肉の香りがすごい、すごいな、うん、めっちゃうまい。どうせ多分もう次食べれないと思うんですよ、まあまあ、もう無理でしょ、さすがに。だってこれ今結構早送りしてるだろうけど、だいぶ時間かかって今あんまり減ってない。もうそのもしよかったらいただけんかなと思って。だって一番恐ろしいのはこの次じゃんけん始まってタカトが勝ったら俺ゼロ杯のまま幕を閉じるやん。めちゃくちゃ怖くないそれ。タカトの食いかけでいい、これを食べたいので、もう本当にちょっとどうしても食いたい、どうしても食いたい。なそれぞれの頼み方もあるんちゃう。お願いします。一つご報告がございます。ギプアップで、ギプアップで、ギプアップで。仏様ー！ああ、感想遅くなったけど、スープは黒胡椒も効いて美味しいです。めっちゃ遅かった。あいつらも4杯以上食えるか食えるか分からんよ。確かに、それはある。うんうんうん、はい、ということで6店舗目は肉そばのケイスケです。です。これ攻めやね、だいぶ攻め。この一手で決まるような気がする。大将グッ、次ファイ頼むよ。マジよ。大将グッ、次ファイ。あ、いった。チーム戦の意味よ。そうやね、美味しそうではある、めっちゃ。チャーシューこだわってるみたいで、めっちゃ美味しいやつです。玉ねぎと生姜で味変。生姜よね、これ。そう、めっちゃ美味しそうみたいな感じ。いただきます。どうぞ。肉からいこう。うぇ、1枚と言わず2枚いこう。2枚食われます。6枚いこう。詰め込んどるやん。桃子なんかスープの旨味を全部ね、こいつがね、取ってます。なるほどな、染み込んでらっしゃるね。めっちゃ染みとる。見た、見るからに染み込んでらっしゃるもんな、このだってお肉。確かに。うん、そう、濃厚。めっちゃ醤油。あーね、だってこんだけ濃いもん。生姜はね、いい。生姜うまい。ごちそうさまって。4杯目完食です。あー、やばい。もう7杯目まで行ったら相当やばいよ。じゃあ両が勝ったら終わり。もうほんま終わりよ。無理。最初はグー、テキファイファイファイ。終わりで。はい、結果発表、6杯対3杯。そんな雑です。そんな雑。いや、違う違う違う、はい、3杯3.25 杯、0.75 杯。いや、まあ、なんでもいいけど、俺一人で勝てたよ。ということで、詳しい情報はですね、概要欄の方に貼っております。こちらのサイトを見てみてください。ということで、本日のチャンネルの動画でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイナーホイ。食べられないケーキとかを作ってるんです。あ、なるほど。それでこんな、すごい。ありがとうございます。ノーラーメン、ノーライフって書いてある。なるほど。